あれ、まだ残ってたんだ。そんな顔しないでよ。さすがに今日はしない。休みの日なのにわざわざ学校に来て、朝からずっと頑張ってたでしょ？君。相当疲れてたんじゃないの？まあ、襲ってくださいって君が頼むんだったら、俺は大歓迎だけど。冗談だよ。そんなに嫌なの？ちょっと傷ついちゃうな。今、どんな感じ？まだかかりそう。ねえ、後ろから覗き込んだだけなのに、動揺しすぎでしょ。なんなら、ずっと耳元で喋ってあげようか？こんな風に。耳真っ赤。かわいい。なに？俺だって可愛けりゃ可愛いって言うし。驚きすぎ。で、何か手伝えることは？あと、三年生の予算案まとめたら終わり？じゃあ、半分やるから貸して。普通に考えて、こういうのは二人でやった方が早いでしょ。いいから、貸して。君は何でも一人でこなそうとするんだから。たまには、会長に、頼りな。よし。終わった。案外疲れるね、これ。君は？あ、それ書いたら終わりか。じゃあ先にここの戸締まりしとくね。窓の鍵は全部閉めたし。よし。完璧。君も終わった？長い間お疲れ様。それじゃあ帰ろっか。あ、そうだ。頑張ったご褒美に、これあげる。ほら、手出して。はい、どうぞ。さ、チョコレート。君計算ばっかりしてすごい頭使ったでしょ？これ食べて、糖分補給しとけば。美味しい？でしょ？やっぱり、甘いね。こんな軽いキスだけで顔赤くするなんて、変なの。ちょっと、逃げないでよ。どうしたの？何怒ってんの？最近の君、ちょっと様子が変だったけど、なんかあった？上の空になってることも多いし、なんとなく俺、君に避けられてる気がするんだけど。ん？聞こえなかった。もう一回言って。俺にとって、君は、って、なんでそんなこと聞くの？もう限界って、何が？泣かないでよ。思ってること、はっきり言って。それ、本当に言ってる？俺のことが好きって、本当に言ってる？違う。怒ってるんじゃないし、責めてもない。逆だよ。
もう泣かないで。やっぱり、俺はバカだな。こんな形で君に先に言わせてしまうなんて、もっと早く伝えるべきだった。君が好きだよ。俺にとって君は大切な人。でも、体の関係を持って、君が嫌がることばかりしていたから、手放す気は、全くなかったけど。なんだかんだ、俺も臆病だから、結局、気持ちは伝えてなかった。俺の彼女になってくれる？泣きながら笑うとか、かわいい。ごめん。我慢できなくなったな。思いが通じた後のキスは違うね。こんな気持ちよかったっけ？さすがに時間的に最後までは厳しいから、君だけ気持ちよくしてあげる。あと、つけちゃった。嬉しいの？じゃあ、今度体中につけてあげるね。君が胸好きなのは知ってるけど、今日はお預け。触ってなんて言わせないよ。また時間あるときじっくりとね。やっぱり、君は濡れやすいな。キスだけなのに指もほら、すんなり入った。キスしてるから、思うように声出せないんでしょ。喘ぎ声聞いたら、多分我慢できないから。出させてあげない。キュッて指、締め付けてこないでよ。何？行きたい？じゃあ、指早くしてあげるから、行きな。まあ、顔を隠さないでよ。君が行くときの顔が見たい。言っちゃった？すごくエロくて、すごく可愛い。こら、本当にダメだから、触ろうとすんな。ボタン閉めてあげるから。我慢するから、キスだけもうちょっとさせて。息上がりすぎ。ごちそうさま。立てる？よし、なら、手貸して。急いで帰るよ。電気消してっと。何や、そこ照れるとこじゃないから。なんか、こっちまで照れる。
俺今よく我慢できてるな。これまでは自分の欲のままに君を振り回してたけど、俺の彼女なんだって実感した途端に、守ってあげたい。傷つけたくないって思うんだから不思議だよね。あ、でも、泣き顔に浴場するのは変わらないんだけど。明日から楽しみだな。これからは、もっとすごいことしようね。無理やり感なくなるのはちょっと残念だけど。あ、そういうプレイもありか。今、どんなこと想像した？君って、本当にエロいね。そういうところも好きだけど。